G7 が使えるまでのコスパ最強 SMG を紹介します。低反動鋼 L5B90 です。まず本体をフリマで買います。あ、ちょっと高いね。だいたい6万くらいのイメージ。あ、ただ L5 が低くてもいい人はピースキーパーの。あれ、3じゃなかったっけ？あ、そうそうこれこれ。この交換で買うと5万とかで買えます。うん、安い。フリマで買った時も交換で買った時もカスタムはほぼ同じ。フリマの場合はまずレールをつけて。そこにお好きなサイトをつけて。あとはお好みのタクティカルデバイスをつけて完成。初心者も安心の簡単カスタムだね。で、気になるお値段は。だいたい9万ルーブル。だけどこれレーダーの P90 安く売りつけてるね。普通の耐久マックスのものを買うのをおすすめします。レート高いからじゃ無理安いしね。まあだからだいたい10万くらいになるのかな？で、使う弾ですが、この売り切れてるやつ、これ貫通30もあるんですよね。PT3 から変えて、隣の 9mmAP と同じような性能だね。で、PT4 になってる人はその隣の SD193。これリコイルバフがめっちゃ強いのに加えて貫通35もあるんだよね。貫通35って言ったら SKS で使う PS 弾、あれと同じ強さだね。まあ、ダメージが違うから同じではないけど、でもそのくらいの貫通力を P90 のレート、マガジンサイズでばらまけば敵は簡単に死にます。ただ、ゴアーマーはさすがに溶かせないので、本頭狙いながら、難しいと思う人は胸でゴリをしましょう。見てくださいこの無反動、頭も狙いやすいし、大容量マガジンでガバっても安心、初心者に優しい武器ですね。と、それじゃあ今回はこれを使ってやっていきます。ことでどもどもこんにちは、私です。今回は P90 ですね。まあまあ有名な銃だよな。私はこの武器あんまり使ったことなかったんですが、今季いろんな武器使ってて SMG では一番使いやすくてよかったね。MP7 とかベレスクは強いけど L5 が足りないかな。サプなし MP7 ならいいけど、やっぱり SMG は爆速 ADS でゴリ押しするのが好きですね。まあ正直そこまで L5 なくても勝てるんだけどな。単純に楽しいか楽しくないかだね。ちょっと違うか。まあなんか P90 は安定してるよね。火力のベレスク、低反動の MP7、下がってもある程度は大丈夫な P90 ってイメージ。ただまあ性能だけを見ると正直 MP7 でいい感はあるから、MP7 使えるようになるまでの変わりだね。さて今回はインテリあるかな？今期は前期よりは見る気がする。おっとこれはラッキー。今インテリ30万近くなってるもんな。あ、そういえば私ランダムリコイルの修正よりも、フリーマーケットの手数料感は、これが一番嬉しいです。マジで楽しい金策ができそう。前期までは1万で売れても手数料が5000ルーブル、みたいなアイテムも拾って持って帰れるようになったからマジで嬉しい。ワイプ前にそこら辺も調節するって言ってたし有限実行だったな。本当に最近のニキータはプレイヤーに優しいアプデ入れてくれるよね。びっくりだよ。修正後の足音まだ慣れてないから位置が、これインテリ向かってるね。お、マジか。ああ、倒せなかったな。戦闘か中間くらいのやつ撃てばよかったのでは。いや、インテリで戦いたかったから、あと戦闘とか中間を撃つとばらけたり、撃ち返してくるから危険だよ。というかフルトだったね、勝てるかな。逃げればいいのに。いややっぱ大多数戦が一番楽しいからさ。ってことでガンガン攻めて人数削ってこう。ある程度固まってても P90 なら破壊できる。オッケー。おっと。む、二人か。これは一旦攻める方向変えようか。下からだな。多分最初に撃った人回復してそうだし倒したいけど。そこ怪しいな。今左で武器を構える音。これ一人はシャワールームで回復してて、あとは全員階段にいる感じするな。だね、階段は下から攻めるの弱いし上からもう一度行ってみようか。まずはグレ、これでシャワールーム攻めてもいいけど、時間かけたらカバー来るし、突撃するのも怖いからね。それなら有利に撃ち合いそうな方と戦うべきだ。一人来てる。オッケー、ボイスデイ発揮するリロードだね。余裕あるからここは強気に。カバーは、てる。オッケー。最後一人だな。さすがに弾がきつい。よく警戒も込めてちょっと離れて弾ごめしよう。グレでクリアリングしてるね。さすがに味方が4人も倒されてるし装備隠したいよな。
よし、最後決着をつけに来たぞ。あ、正面走り抜けてインテリ部屋に入ったのね。下の階かと思った。相手様子見して攻めてくる気配はないな。ならこっちから行こうか、群れと一緒に。おらよーし、いやー楽しかった。マジで久々にフルパトであったしな。しっかり捌ききれて満足です。やっぱり B90 は耐多数戦で頼もしいですね。途中弾足りなくなったけどな。まあ金作装備でマガジン少なかったしね。惜しまず持ってくればいいだけだね。とまあこれだけ騒いだし玉も怖いから弾込めてからあさろうか。誰か来た。まだ中に入ってきてない感じの足音だが。いや、これどうなんだ。足音の材質がなかな感じな気もする。でもそれだったら外階段の音か、目の前走る音聞こえるはずなんだけど。今の音吹き落とした音じゃない？木の床の足音。これは漁ってるの確定だな。私のものだぞ、許さん。でもさすがに外階段から行こうか。待たれてたらきつい。なんだこいつ。すっごい堂々と漁ってたんだけど。すごいことになったな。いやー、これ見て漁られてなくて漁る気になる勇気。もしかしてピース化だったのか。仲間はいないね。あ、最後の人 PMC だったんだ。あ、取られてる。取られてる。あ、この人も漁られてる。ドッグタグだけでも先に取っとけばよかったな。それじゃあ漁りタイム。ドッグタグ2つだけポーチに入ってないね。一つはポーチに入れられたっぽいな。私が倒したのに。6人倒した割に美味しさは微妙だね。まあこの時期だしな。それに意外と漁ってきてる感じしなかったから真剣説ものあるかも。まあそこら辺漁りながら帰ろうか。漁られてる。オルガスで純正してるしそいつが漁ったのかもな。確かに、それなら奪いに行こうかな。そこにいるのね。こっちから詰めてこうか。いないんだけど。向こうはヒカブがいるから行ってないでしょ。この下にもいないっぽいし、どこ行ったんだ。いない。もしかして ZB13 方面に向かったのかも。さすがにここから追いかけても追いつけるかわからないし、いいか。今足落とした。右に移動してる。もしかして奥の武器ボックス漁ってるんじゃないか。ここにいないしそうだね。オッケー、足
足音に気づいてなかったのかもな。そういえばガソスタの音の人この人かも。 ZB13 方面じゃなくて電源側に移動してたのかもな。確かにそうかも。あ、ちょっと美味しい。よし、それじゃあオルガス発煙筒出てるし帰りますか。これまだ人いたのか。離れてたうちに誰か来たっぽいな。うん、見当たらないけど。おわ、これ置き合ってた PMC どこ行ったんだろ。奥の隠しスタッシュのとこかな。こっちはスタブ。こっちはスタブ。グラナタ。いないだと。これもう帰ったんじゃないか。あ、確かにそれありそう。うん、それで私も帰ろう。よし、それじゃあ今回は P90 使ってみました。やっぱり安い割に使いやすくて強い武器だったね。ぜひ武器に悩んだら使ってみてください。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でー。